つもご視聴いただきありがとうございます。泡盛好きのずんだもんです。泡盛が好きになったなこです。今回は9月の27日と28日の2日間にわたって開催される第8回酒フェスについて紹介するね。東京都内で泡盛を飲むことができるイベントになるので、ぜひ足を運んで泡盛の魅力を存分に楽しんでほしいのだ。この酒フェスは9月27日の金曜日と28日の土曜日の2日間開催されるよ。場所は東京の有楽町にある東京交通会館12階のカトレアホールというイベント会場なのだ。日本各地の美味しいお酒が一堂に会する年に一度の大イベントで、日本酒、泡盛、焼酎、ワイン、ウイスキーなどのお酒がチケット制で試飲できるよ。こんな素敵なお酒のイベントがあったんだね。泡盛だけじゃなくていろんなお酒も試飲できるんだ。そうなのだ。酒フェスを主催する読売 IS さんが人形町酒店の名義でこれまでもお酒のイベントを主催してたのだけど、2023年の第7回酒フェスで沖縄県酒造組合とコラボされたのだ。この時泡盛フェスのスペースも設置されて、菊の露酒造、新里酒造、中興酒造、東酒造、八重泉酒造、沖縄県酒造協同組合がブースを構えたんだ。2024年は第8回酒フェスとして開催されることになり、泡盛もラインナップに加わったのだ。今年はどの泡盛酒造さんが出展されるのかな。13酒造が出展されるのだ。去年の倍以上の蔵元さんが出展されるんだ。すごいね。那覇と南部からは沖縄県酒造協同組合、中興酒造、瑞穂酒造、瑞泉酒造の4酒造、中部からは東酒造、新里酒造、上村酒造の3つの酒造、北部からは泣き陣酒造と崎本酒造、宮古島からは菊の露酒造、石垣島からは八重泉酒造と池原酒造、そして与那国島から崎本酒造所になるのだ。沖縄の各地から集まった泡盛を試飲できるんだ。これは普段なかなか飲めない銘柄も楽しめるチャンスだね。酒造さんとコミュニケーションを取りながら飲めるのも嬉しいね。試飲するために必要なチケットはどうしたら購入できるのかな。前売り券はネット販売となり、楽天チケット、ローソンチケット、チケットピア、 e プラスの4カ所で購入できるのだ。前売り券を購入すると前売り特典としておつまみがプレゼントされるのでお得だね。そうなのだ。前売りチケットを購入していると当日優先的に入場できるのも魅力なのだ。チケット1つで10杯まで試飲できるんだ。足りるかな。どのくらい飲めそうか考えて、あらかじめ前売り券を2つ購入するか、足りなくなったら当日券を追加購入するかを考えてみてほしいのだ。泡盛は何があるのか気になるな。人形町酒店さんの SNS で当日試飲できるお酒を順番に紹介されているのだけど、ずんだもんもおすすめの泡盛を紹介するね。泡盛を飲んだことがない方にとっては、泡盛のイメージが変わったと、その味わいに満足してもらえるはずなのだ。まず泡盛が飲めるかどうか心配だなという泡盛未経験者や泡盛初心者の人には、アルコール度数が 8% の泣き陣酒造さんの音羽三六泡盛仕込みヨーグルト酒や、東酒造さんの島バナナ酵母の泡盛、菊の露酒造さんの菊の露あかり、上村酒造さんのダンミューシック30度を炭酸割りで飲んでみてほしいのだ。日本酒ファンの方にはお米の甘みが引き立つ上村酒造さんの沖縄県産米泡盛30度や、日本酒造りにも使用される天然認可酵母を使用した瑞穂酒造のエンダーを飲んでみてもらいたいね。ウイスキー好きの方にはタルチョ造の泡盛をおすすめするのだ。上村酒造さんのダンミューシック30度とダンミュークラフト3年クース40度や、八重泉さんのカシダルで長期貯蔵熟成したバレルを飲んでみてほしいのだ。泡盛のクースもめったに飲む機会はないので、酒フェスでぜひ飲んでほしいね。沖縄県酒造協同組合さんの海の国や中興酒造さんのザ・バニラ14年をおすすめするよ。日頃から原子やあらろかし揚げなどの飲み応えのあるお酒を飲まれているお酒好きの方には、沖縄本島の瑞泉酒造さん、崎本酒造さん、石垣島の池原酒造さん、与那国島の崎本酒造所さんの泡盛をおすすめするのだ。崎本酒造所さんなんだけど、3年後に100年蔵になるという日本最西端の酒蔵さんなのだ。
与那国島に行くのはなかなか大変なので、この機会に与那国島で作られた泡盛を味わってみてほしいのだ。イベント会場では別途有料でフードも提供されているし、泡盛の女王や2024年ミス酒が特別ゲストとして登場されてイベントを盛り上げてくれるのだ。泡盛の女王とも会えるんだね。お友達を誘っていかなきゃ。今回は有楽町で開催される酒フェスについて紹介したのだけど、いかがでしたか？泡盛の魅力を存分に楽しめる絶好の機会なので、ぜひ足を運んで沖縄の風を感じてみてほしいのだ。このチャンネルでは沖縄県知事認証泡盛マイスターの呼称を持つチャンネル解説者が沖縄のお酒泡盛に関することを初心者にも分かりやすいようにこれからも配信していくので、このような動画を見逃したくない方はぜひ今のうちにチャンネル登録をしていって他の動画も見ていってほしいのだ。投稿を見逃さないようにベルマークはオンがおすすめです。動画にしてほしい内容のリクエストもお待ちしています。ではまたゆるゆると解説するのだ。最後まで見てくれてありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうなのだ。次の動画まで待っててくださいね。